はい。よろしくお願いします、えー。今回は高校受験対策の関数シリーズ第42弾やっていきましょう。で、もしね、いつも大体何十秒スキップすれば説明始まるよね、みたいなタイミング掴んでる方いると思うんですけど、今回、この状態、画面を下げる前に問題部結構がっつり確認するので、いつもとちょっとタイミングずれるんですが、ご容赦ください。で、今回はこの4問やっていくので、まずね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。 でやってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば今からね自分が全部解いていきますんで確認してもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますじゃあいきましょうでいつもここでね画面下げてしまうんですがえ情報が多いのとこの上の4行ここねちょっと見えるかなちょっと指が大きくなってるけどここねこの4行の部分の情報をしっかりつかむのがちょっと非常に大事なのでちょっと読んでいきます で、まあ今図がちょっと見えない。あーとね、俺が見えるわ。<laughs> あるわ、ここに <laughs>。これね、と右下の図において、1と2の直線がありますと。こいつね、1と2がある。で、これが y イコール2分の 1x で、これが y イコール ax だと。で、2が、これね、2が1を y 軸の対称の軸として対称移動したもの。まずここ1個大事ね。つまり何言ってるかっていうと、 2と1っていうのは Y 軸、ここね。Y 軸を鏡にしてる状態。対象の軸として対称移動。鏡みたいに映った状態になってるよってことがまず言ってます。で、それを使って後で解くんだけど。で、直線3、こっちです。もう一本ある、この長いやつね。これが1の上の点 A が42ですね。42と X 軸上の点 B、80が、えー、そこを通ると。 で、この時点でね、この字あと、こっちに、あの、番書ね、画面下げだったのに説明しますけど、3に関して、A の4に、えっと B の8、0、通る点、2点書いてくれる時点で、あ、もうこの直線の式求められるんだって思ってください。今回は、丸二番がね、その直線3の式求めなさいなんで、まあ、もう当然求めに行くんですけど、それがなかったとしても、2個通る場所が分かった時点で、あ、直線の式出せんじゃんって思ってほしいの。 それは反射的になってほしい慣れてほしいそこにねでちょっともうもうちょっと続くよまた点 P こいつね P は原点 O 出発して1の上を A まで動くとこうやって上がっていくので P を通って X 軸で平行な直線この横にね P って引いてる直線とこの交点を CD としましょうという感じですでちょっと下げるねでこれを踏まえてやっていくわけですが、えー、関数を解くとき、えー、自分がねよく言ってる こうとなんですけどこのさ最初のまあ4行の部分ここに結構情報が詰め込まれるじゃないですか。でそこをね一回一回この書いてある図の中で確認してこっちの文章読んで確認して読んでってやるのはめちゃくちゃもったいないし思考考ががまとまままととらないいの考えがまとまりにくいだからまず今書いてあった4行の情報を全部書き込みます。 全部書き込んでもうこっちにあった4行読まなくていい状態にするのそういう状態で持っていくでまず書き込んでいくと1がこれが y=2 分の 1x だよねで2が y=ax だとでもう一番にあの丸一番のね問題に関わることなんだけど1と2がさっきやったように y 軸で鏡で対象になってるじゃないですか 対象になってるってことはどういうことかっていうとこれ何も解かずに分かるんだよね。a って分の 1x なのなぜかこれが分の 1x だから y 軸の鏡になったら同じ傾きだけどこっち向きになってるつまりプラスだったものがマイナスになるだけだから二分の1にマイナスつけてマイナス二分の 1x。 もしここが y=3x なら当然ここは y イコールマイナス3 x っていうことがわかるので先答え書いておきます。a イコールマイナス2分の1と。これは1番ね。で情報書き込みにまた戻りましょう。で a が4の2です。ここね。4の2。で b がえと8の0です。 書いてあるでさっき言ったようにも3番に関しては2つ通る点が分かったので解きに行きましょう求めにねでえー、っとねちょっとここは使いたいのでこっちで行こうかで解き方は、えー、っと連立方程式を解くか傾きを先に求めるかどっちでもいいです多分好きな方分かれると思うんですが数学苦手な方は連立の方がいいかなと思ってます個人的には何かっていうと直線です求めたいのは。 直線を求めたいってなったら、まずはもう y イコール ax プラス b と置きます。a と b を使って。直線はこう表します。いいね。そしたら、4の2を通るので、4が x 座標。2が y 座標だから、x のとこに4、y のとこに2を代入したもの。つまり、2イコール 4a プラス b 入れるとね。 で、まあ数字がね、まあ、A と B くっついてる文字が左に来た方が見やすいなと思う方は、こう書き換えちゃってください。こうやって。右辺にあるものと左辺にあるものを丸々入れ替えるんだったら符号変えなくて OK ですで。片方で移行しちゃうとマイナスで符号変わるけどね。今丸々入れ替えたからこれで OK。で、42が入れ終わりました。もう一個です。80です。もう一回入れます。X のとこに8、Y のとこに0を入れると、 どうせひっくり返すからこう書いちゃうねこうなりますよねはい連立方程式解いていきましょうでこのタイプの連立何がラフかっていうと絶対に B が揃うんだよねだから引き算すれば B 消えるからそうするとここマイナス 4A イコールこっちが2つまり A イコールマイナス2分の1と出ますで A が出たので、えー、上の式下の式どっちでもいいですまあ下のがラフかな の a のとこにマイナス二分の一を代入すると 8× マイナス二分の一はマイナス4ですね。プラス b イコール0。ここに代入しました。a のとこにマイナス二分の一を。で、まとめれば b イコール4なので、b イコール4。a と b が出たから戻してあげれば式は出てくる。y イコールマイナス二分の一 x プラス4。 これが2番の答えでせっかく出したのでここにも書いてあまあいいかこれがちょうどそうだからねこの直線だよと書いておきましょう。でもう一個直線の式を求めた時もしくは問題に書いてあってそれを書き写した時 y 切片ここね y 切片 y とぶつかってるところねっていうのはこの y=ax+b の b がそのまま対応します。つまりここがプラス +4 ってことはここの座標が4なんです。 ま正しく書くなら0の4だけどね。まあ、どっちでもいいです。書き方としては。で、ぶ,ぶ,ぶっちゃけると、今回関係ないです。ここに4書こう書く前が使わないんだけど、書く癖をつけておくといい,い。直線の式を求めたとき、もしくは情報を書くときは、y 切片を反射的に書くようにしてください。いいかな。面積のときとかでよく使うからね。で、2番まで終わりましたで。あと情報は p が動くだけだからね。あとは行きましょう。で、3番です。こっからちょっと難易度が。 上がっていくんですが、えー、関数の問題でもよく使う、あのー、技というか、こね、よく使っていくので、ぜひね、覚えていきましょう。で、点 P、ここね、動くこいつです。こいつ動く、ピーって動いてるこいつの X 座標を T とすると。いいね。この、ここの P の X 座標を T とする。 でよくね、その動く点の X 座標を文字で使うっていうのはよくあります。今回は問題で指示してくれました。置いてねと。でもそうじゃなくて自分で置くときもいっぱいあります。X 座標を文字で置きます。まあ自分はよく T 使うんでも、今回はちょっと被っててよかったんだけど。で、そしたらね、じゃあ Y 座標どうすんのかって。これも T を使って置きます。違う文字、T と S みたいな感じで置かないの。一つの文字で表す、両方とも。で、どうするかっていうと、 この p っていうのは今、丸1の直線の上に乗ってますよね。関数っていうのは、その直線、もしくはカーブしてる曲線、その線の上に乗ってる時は代入ができるんです。つまり、丸1の直線の上に乗ってるから、この式を使える x 座標は t なんだから、x のとこに t 代入していいじゃんか。だから、 まあ、そのままね、y イコール2分の 1t と書いても OK。これが何を表してるかっていうと、y 座標が2分の 1t ですよ。つまり、y 座標が2分の 1t と置けますよということがわかります。こうやって置いていくんです。一つの文字でね。いいかな。で、その時、三角形 A, C, D。ここですね。この面積。 をえー、と S とするときに S を T の式で表しなさいとでこれどうやってやるかっていうともうこことここの座標を出しに行きます座標こうだねで実はですねこれ C も D も X 座標 Y 座標どっちかがすぐわかりますさあどっちかここがポイントだよねここが大事なんですけど答えは Y 座標です Y 座標はこれ分の 1T です両方ともねなぜかっていうとこの直線っていうのは x 座標にあごめん x 軸に平行に引きなさいと書いてあった引きなさいってねってことは真横の線なんですよこの線も真横の線ってことは p も d も c も全部同じ高さにあるはず真横の線だから同じ高さってことは ここの y 座標は全部同じになるはずなんです。文字を使ってるから分かりにくいんですけど、ここが1の2みたいな、まあ、2の1にしよう。2の1っていう座標だったら、ここも高さ1だし、ここの高さも1で y 座標全部一緒のはずだからね。だから y 座標が分かりますと。で、x 座標もこっちはすぐ分かります。まあ、計算してももちろんいいんだけど、ちょっとね、最初の問題に戻って、 1>, 1番と2番はこいつを鏡にして映したものなんです。つまり C と P っていうのはちょうど反対側にあります。ってことはここが T。T っていうのはここです。T の2分の1。T の2分の1です。T です。ってことはこっち側はマイナス T だよね。反対がこっちに T いってるんだから鏡のこっちはマイナス T になります。 考えるかいやちょっとそれ分かりにくいなって思う方はここを今ちょっと一回消しましょうか分かんない人のねパターン y 座標が分かりましたさっきと同じですここは二の上にありますってことは代入が可能ですこいつに y 座標が二分の一 t と分かってるので y のとこに二分の一 t を入れましょう入れると二分の一 t イコールマイナス二分の一 x となります 両辺にマイナス2をかけると、こっちがマイナス t、こっちは x になるので、ちょっとこひっくり返そうか。x イコールマイナス t。つまり、x 座標はマイナス t ですよと。さっきと同じやり方で求めることができる。座標がね。で、それと同じ発想でいくと、ここの d です。y 座標分かってます。 この D は3番の上に乗ってるので、さっき求めたこの式が使えます。で、この式の Y 座標が2分の 1t なので代入します。2分の 1t イコールマイナス2分の 1x プラス4。ちょっとめんどくさいんですけど、x こっちに持ってきます。2分の 1x。t をこっちに持ってきます。マイナス2分の 1t プラス4。今回は丸々入れ替えたわけじゃないです。普通に移行をしたので符号を変えてください。 で x イコール <coughs> ごめん x イコールにしたいから全体に2をかけますこれ邪魔2分の1邪魔だからね2をかけると x イコールラ t 8となったので x 座標はラ t 8となりましたこうですこう。でごちゃごちゃやってきましたがこれでやっと準備が完了です。 今求めたいのは囲った三角形 ACD、ここの面積です。三角形の面積は底辺×高さ ×2 分の1、もしくは割る2です。で、底辺、こういう関数における底辺っていうのは、X 軸か Y 軸に乗ってるもの、もしくは真横かまっすぐ縦の線を必ず使います。中学校の範囲。相当応用じゃなければ。そこを使うんです。で、今ちょうど真横っていうのがここにありますよね。 ここ。ってことは、この長さい。この長さが底辺になるんです。でも、ここがちょっと厄介で。ね。t とかめちゃくちゃ入ってるわけよ。座標がね。で、これ覚えておいてください。真横の線の長さを求めたいときは、右から左を引きますい。覚えること1。右から左を引く。何を引くかっていうと、右の x 座標から左の x 座標を引くんです。 右の x から左の x 座標を引くの。それが底辺、この長さになる。今、底辺だね。ってことは、-t プラス8、引く、-t になるので、底辺は8なんです、これ。底辺8。これ引く、これすると t 消えるからね。8。これが底辺。で、高さっていうのは、今、ここです。これを底辺としたことによって、これが高さになります。この部分っていうのは、ここの高さから、この高さを引きます。 この高さっていうのは、この座標の y です。4の2の2。なぜなら、4の2だから。座標ってのはそういう意味を表してるからね。4の2。つまり、全体が2。ここの高さっていうのは、今真横に引いた全部、これね。2分の 1t。これが高さだから。つまり、2から2分の 1t を引いたもの。これが高さになります。で、それに、2分の1。まあ、三角形の公式ね。底辺かける高さかける2分の1をやっていく。 であとまとめましょう。ああこれあれだねこれが面積 S だからこう始まるんだね。S イコールでこれまあ配る前にここ約分した方が楽ですね4です。でして4を配ると、まあ、t か先書くかマイナス 2t+8 となってこれが答えになります。まあここが鬼門だね。 数学苦手な方はね、ちょっと文字がいっぱいなんで、うんってなるかもしれないんですけど、座標を文字を使って置いて、右から左を引くっていうのは、めちゃくちゃ使えます。めちゃくちゃ使う。そう。もうちょっと簡単な問題の時もあるからさ。だからぜひそういう時にも使える、そう、技として使えるようになってほしいんで、ぜひね、復習してできるようにしといてください。じゃあラストいきましょう。4番ですね。で、4番は、え三角形 APD。 の面積が三角形 OPC のの面積の4倍ととなる時、えー、と三角形 APD が、えー、三角形 OPC の4倍になるとここから式作りたいんだねでやっぱりこの APD と OPC が必要なんだけど APD からいこうかこっちだねこっちのがめんどくさいけど <laughs> こっちからいきましょうここです PD でもさっきの問題できる方だったら大丈夫ですなぜなら同じだもんここを底辺にすればいいでしょ底辺は真横の線だから右から左の x 座標を引けばいいつまりここからここね今 PD だからここからここを引けばいいので底辺はえー、っと t が消えないんだ今回ねマイナス2 t プラス8これが底辺になりますかける高さはさっきと同じだねえー、っと2から 1> 1 2分の 1T を引きましょうこれ高さかける三角形の公式で2分の1をやりましょうとふうなるほどねこれちょっとまとめずに置いておこうかな後でやりますで次 OPC ですね OPC どこあここかここですでこれも三角形ひっくり返ってるけど底辺やっぱここだよね真横の線使うからここ使います つまり、えー、右側の X 座標から左側の X 座標を引きましょうと。えー、とっとっと、下が入らなかったね。ちょっとここ行こうか。ごちゃごちゃでごめんよ。ってことで、t からマイナス t 引くんで、底辺は 2t です。2t。で、高さは、ここです。ここ。ここは、今、2分の 1t ですよね。高さが2分、えっと、t の2分の 1t だから、高さはその部分で2分の 1t。で、三角形の公式で <laughs> かける2分の1と。 これはえー、っとこれはシンプルだね。分の 1t2 乗になりましたこっちは。つまりこいつが。分のの 1t2 乗倍ってことはこいつが。分のの 1t2 乗倍ってかける四だからこうだね。これで式が完成となりました。じゃあえー、っともう知ってる右下は入らないんだよね。<laughs> ここ行こうか。 ここ使って計算していきましょう。ラスト。で、これはですね、まず、ここを約分しましょうね。2を約分して。で、まあ、解き方いろいろあると思うんだけど、これちょっと邪魔なんだよね。個人的に。だから全体に2をかけます。2をかけるとこいつが消える。消える代わりに当然こっちに2をかける必要があるから、ここが 4t2 乗になります。で、これは分配すれば、この、こいつ消えるから分配していきましょう。で、これ公式使えないんで、えっと、自分がよく言う全部掛けです。4回かけます。こいつとこいつ。こいつと届かない。こいつ。 こいつとこいつこいつとこいつねじゃあこっからいくとマイ、え、ナ、ー、ス 4t マイナス 4t で外外で、えー、とプラス t 二乗二乗で中中で、えー、プラス16で外のマイナス 4t かこうでイコールそれがこれだね4 t 二乗になるとでこれまとめると全部右辺に持ってったイメージでまとめたら楽だね3 t 二乗 -8t、えー、とウソウソ全部右にいってるからプラスだね。でマイナス16イコール0かこうだね。これさ全部さ左辺に持ってきちゃうとマイナス 3t になるのねこういうふう二次関数これ二次方程式の問題って t 二乗のくっついてる係数マイナスにしない方がいいよ絶対プラスにする。いいね。 で、ああ、ここからどうするかって話なんだけど、まあ、ほとんどの方は会の公式行くでしょう。で、進学塾行ってる方とか、学校の先生がすげえ先取りで教えてくれる方は、もしかしたらたすき掛けっていう技。これ高校で習うんだけど、まあ中学校でもね、教える先生いるけど、たすき掛けって技を使うかもしれない。使うと楽です、割と。 で、これに関して説明すると今回動画長くなってしまうので、これはえ自分が高校の数学で説明してる動画があるからリンク貼っておきます。右上の i のやつか下の概要欄から、えっと、見てください。これに関してはね。で、今回はシンプルに解の公式行きましょう。で解の公式、えー、t イコール 2a、書いておくか、久々だしね。2a 分のマイナス b プラスマイナスルート b2 乗マイナス 4ac です。 で、2a 分の a は3、b が8、c がマイナス16だとしても、って解いていくので、下が6分のです。2a だからね。で、マイナス b だから、8にマイナスつけて、マイナス8、プラスマイナスルート、b の2乗、マイナス 4ac だから、マイナス4 × 3るマイナス16。プラスになって、えー、っと3、3×64。待って、3×64 だから、ああと、まだ196か。 ん違う気がする違う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 ダメだ回ってね頭えー、っと192かだねでルートの中身ちょっとあのここでやっちゃうね256ですねで256はねぜひちょっと覚えといてほしい頭の片隅で256って16の2乗だからね余裕があればえー、っと14の2乗まで頭15の2乗までは絶対暗記した方がいい で、余裕があれば19の2乗までは暗記した方がいいですよく出てくるからまあ10まあ10うんそうお,お願い <laughs> お願いしますということでこれ16の2乗中身がってことは2乗だからルート外れます16が出てくるこうなるのねでプラスバージョンでやると6分の8になるからこれは6分の8約分すると3分の4だね 3分の4と、マイナスバージョンは上がマイナス24だから、マイナス、え ?6 分のマイナス24でマイナス4か。つまり答えこの2個なんだよね、今。この2個。ただし、今問題であるように、P は O から A に移動してるんだよね。絶対に、まあ、T で X 座標だからね。X 座標負にならないでしょ。このスタートで右に移動していくのにマイナス取れないじゃん。X 座標。だから今マイナスは答えとしておかしいので、こっちしか使えない。だから、答えとしては、 <っ>て <laughs> ごめん痛かった今ちょっとこれ消しちゃうね。X 座 X 座標 T はだからこっちが3分の4で求めたいのは p だからね。pt が3分の4でここにも3分の4入れると約分されて3分の2となってこれが答えになります。ちょっと下の線が入らなかったので若干下げます。OK? ちょっと下げすぎた。まあいいか。です。いいかな でねもう時間結構たってるんでねたってるんだけどちょっとだけ余談話していいあ今こまでたすき焼きは説明できなかったんだけどもう一個解の公式の別バージョンこれ今教科書でもね載ってるのあるので紹介しておきますほとんどの先生がまあ当然ここです解の公式は 2a 分のス b プラスマイナスルート b の二乗ス4 a c を紹介していくんですが解の公式は実はもう一個あってちょっと変形パターンがね、まあ、t よりあれか解の公式は x の方がいいね x イコール間違った A 分のマイナス b プラススマイナルート b の2乗マイナス a c っていうのがあるんです。っていうのがあるのこれ何かっていうと a a とと c c はは変変わわららなないいんです a と c は変わらないただし b えー、っと説明終わってるからごちゃごちゃしてもいいかなこの b があるでしょこいつが偶数の時って偶数なら半分にできるじゃん。 指数だと2分の3とか2分の5になっちゃうんだけどこれこの半分 b' をプラス +8 の半分のプラス +4 としますこうできる時はこの公式使うのが楽ですだから a だから a が3だから3分のから始まるの3分のマイナス -b'4 だからマイナイ4スルート ルート16ね。4の2乗で16マイナス AC。4がなくなるから。4がないので、3とマイナス16をかけて、プラス48。ってなると、ルートの中がルート64になるんだよね。あ、葉っぱ64じゃん。って気づきやすい。だから8が出てくる。こっちよりは気づきやすいよね。このやつよりは。数がちっちゃくなるので、楽でできます。でも、こっちでもういっぱいいっぱいだと。いう方はいいです。無理に覚えなくても。本当に覚思えなくても。 ただし、選択肢があること、解き方として、道が複数あることは、確認するときに、いや確認ができるし、ケアレスミスを減らすコツにはなるので、余裕があったらこっちも覚えておいてください。いいかなで、興味がある方は、たすき明け、リンク貼っておくので見ておいてください。では、長くなってしまいましたが、今回は、高校受験対策の関数シリーズの第42弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。